オーブの力を侮る愚かな人間ども。お父様、無礼者。我が娘は死んだ。この世の何人たりともわしを父と呼ぶことは許さぬ。この者ども捕らえおけ。逃がすな。はい。華奢な体でよく頑張るわね。私の務めですから。ねえ、どんな務めなの？よかったら聞かせてもらえない？ドラゴンオーブを神々より先に見つけ国元へ持ち帰る、ただそれだけです。俺たちの宝探しとどう違うのや？神々との戦争を避けるためなんです。大それたものを狙うだけに理由も交渉ね。やっぱりコソ泥は肩身が狭いわ。あなた方は決して泥棒などではありません。私どもリパンの心強い協力者です。嘘でもそう言ってもらえりゃ少しは救われるぜ。素直に喜べよ。傭兵ってのは金をもらってなんぼ、褒められても一銭の得にもならない。アリーシャはリパンの王女だぜ。いいとこ見せとけ。いつか広報衆で雇ってもらえるかもしれないぞ。へえ。驚かないのか？ええ。どことなく漂う気品。きっと高貴な方だと思ってたから。